アンドレード・ミートリエビィチ・サハロフは、ソビエト連邦の理論物理学者、政治家、物理学博士。宇宙論や素粒子論において、国際的な業績を上げた物理学者だが、ソ連において、水素爆弾開発に携わり、ソ連水爆の父と呼ばれた一方で、後に、自らの良心に基づいて、反体制運動家、人権活動家として、人権、市民的自由、そして、 ソ連の改革を主張するなど、ご半生は政治的な言動が常に注目され続けた。ペレストロイカの父とも呼ばれる。1921年5月21日、モスクワに生まれる。1938年、モスクワ大学に入学する。1942年に同大学を卒業する。独祖戦のため、トルクメン共和国のアシハバードに疎開する。その後、 ウリヤノフスクに移り、研究生活を送る。1945年モスクワに戻り、ソ連科学アカデミーレベデフ物理学研究所の理論部門で研究生活を送る。戦後、宇宙船の研究に着手し、1947年、物理学博士号を授与される。1948年からインゴリクルチャトフの下で、原子爆弾開発に従事する。 1949年8月29日、ソ連最初の核実験を成功させる。ついで水爆開発に従事し、1953年8月12日に、ソ連初の水爆の実験を成功させた。この功績により、サハロフは32歳の若さで、ソ連科学アカデミーの正会員となる。社会主義労働英雄の称号を3回も得、 ソ連水爆の父と称されるが、核実験による放射能汚染を目の当たりにし、特に大気汚染を懸念し、核実験の中止をソ連共産党第一初期のニキータ・フルシチョフに進言する。結果的に1963年の部分的核実験禁止条約締結に尽力した。また、同時期に物理学の分野では宇宙論や素粒子論に関する論文を、 発表し始める。1960年代後半から民主化を求めて社会的発言を公表するようになり、1968年、進歩、平和共存、知的自由に関する考察をサミズダードの形式で発表する。同考察は同年西側で交換されたため、サハロフは軍事機密に関係する研究から遠ざけられ、 科学アカデミー物理学研究所に配置替えされた。1970年代からイロン派の中心人物となり、人権擁護活動に停身する。1970年、モスクワ人権委員会の創設者の一人に名を連ねる。1972年には、エレーナ・ボンネルと結婚する。1975年、ソ連での活動を評価されて、ノーベル平和賞を受賞する。 しかし、ソ連国内では、受賞に対して批判の対象となり、批判キャンペーンが、党の主導で起こされた。1980年、ソビエト連邦のアフガニスタン侵攻に抗議したため、1月22日当局に連行され、レオニード・ブレジネフ、最高会議幹部会議長命令によって、一切の栄誉を剥奪され、合理期医氏に流刑された。流刑のみとなった。 サハロフであったが、1981年ギりの息子の婚約者の出国を要求し、1984年、エレーナ・ボンネル夫人の病気治療のための出国を要求し、ハンガーストライキによる抵抗を続けた。ただし、サハロフがハンストという手段に訴えたのは、これが数度目であり、一部の西側メディアからは、冷ややかな反応を受けた。 1986年、ミハイル・ゴルバチョフからの電話によって流刑が解除され、モスクワに戻る。以後、ペレストロイカの進展を指示し、ソ連人民大議員大会が創設されると1989年に、科学アカデミーから人民大議員へ選出される。人民大議員大会では、急進改革派の地域間大議員グループの指導者の一人であり、アナトリー・サプチャークや、 ガリーナ・スタロボイトワラとヨーロッパ・アジア・ソビエト、共和国連邦を提唱してその憲法草案をゴルバチョフに送付していた。アフガニスタン侵攻を批判するなど良心と勇気に基づく発言は人々の尊敬を集め、ペレストロイカの父と称された。1988年には欧州議会がサハロフを記念したサハロフ賞を創設し、言論及び 思想の自由の擁護に尽くした人々や組織に賞を送っている。亡くなる2ヶ月前となる1989年10月、読売新聞社主催の第2回ノーベル賞受賞者日本フォーラムに出席するため最後の来日。海部総理大臣にも会っている。東京で第125代天皇や日本政府要人と会見した後北海道札幌市を訪れ、 地元の高校生らと対話した。1989年12月14日、心臓麻痺のため休止した。前日、夫人に最後に語った言葉は、明日は戦いだ。サハロフは、モスクワ市内のボストリャコフスコエ墓地に埋葬された。ありがとうございます。